次に山際経済再生担当大臣、新しい資本主義担当大臣、新型コロナ対策健康危機管理担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。山際国務大臣。経済再生担当大臣、新しい資本主義担当大臣、新型コロナ対策健康危機管理担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、経済財政政策を担当する内閣府特命担当大臣として所信の一端を申し述べます。まず新型コロナウイルス感染症への対応については、オミクロン株による感染が拡大する中で、その特性を踏まえた対策を迅速に進めます。社会経済活動をできる限り継続できるよう、基本的な感染防止対策の徹底を図りつつ、在宅宿泊療養を含め拡充してきた医療体制をしっかり機能させてまいります。引き続き強い緊張感を持って状況を把握に努めるとともに、自治体や専門家の皆様と連携し機動的に対応してまいります。新型コロナによる国民生活や経済への影響は依然として続いています。昨年11月に閣議決定した経済対策を着実に実施し、厳しい状況にある方々を全力で支えながら、傷ついた日本経済を立て直してまいります。併せて感染症の影響や世界的な供給制約、資源、原材料価格の高騰等による下振れリスクに十分注意し、万全の経済財政運営を行ってまいります。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期します。経済あっての財政です。経済を立て直し、そして財政健全化に向けて取り組んでまいります。新しい資本主義の実現に向けて取り組みます。まずは成長戦略です。科学技術イノベーションについては、10兆円規模の大学ファンドを本年度内に実現し、運用を開始します。人工知能、量子、ライフサイエンスといった最先端の科学技術の開発力を強化します。気候変動問題への対応については、エネルギー供給のみならず、需要側のイノベーションや設備投資など需給両面を一体的に捉えて、クリーンエネルギー戦略を作ります。デジタルについては、自動配送や自動運転、ドローン宅配、テレワークといったフロンティア部分を地方から実装していきます。経済安全保障については、サプライチェーンの強靭化や基幹インフラの信頼性確保などを進めてまいります。次に分配戦略です。国が率先して看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の給与を引き上げます。その上で民間企業における賃上げを支援するため、賃上げ税制や補助金、転嫁円滑化のための施策などにより、賃上げに向けた環境を整えてまいります。人への投資を抜本的に強化するため、3年間で4000億円規模の施策パッケージを講じてまいります。春には新しい資本主義実現会議において、全体のグランドデザインとその実行計画を取りまとめます。経済連携の強化も進めます。TPP11 を通じ、自由貿易の推進や新たな課題への対処において、引き続き主導的な役割を果たします。また、英国の加入手続きが協定の高いレベルを維持しつつ進むよう、他の参加国とともに取り組みます。その他の加入関心エコノミーについても、協定の高いレベルを満たす用意ができているか、しっかりと見極めてまいります。全世代型社会保障の構築に向けた取り組みも進めます。女性の就労の制約となっている制度の見直し、勤労者皆保険の実現、子育て支援、若者・子育て世帯の負担増を抑制するための改革等について、全世代型社会保障構築会議において議論を進めてまいります。上野委員長をはじめ理事委員各位のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。次に堀内ワクチン